はじめまして。おはようございます。いや、たくさんの人に。おはようございます。今日は30分くらいショールームできたらなって思ってます。12歳です。中学1年生12歳です。あ、フォローしました、ありがとうございます。おはようございます、はじめまして。こんにちは。今日朝ごはんは食べました。ちゃんとお味噌汁飲みました。皆さん朝ごはん食べましたか？どうかな、朝ごはん食べました。そうです、朝ごはん、あ、まだ食べてない、食べてください。お布団から出られない、私もわかります、それは。あ、パン食べてる方いっぱいいましたね。皆さんパン派ご飯派どっちですか？パンご飯、パンご飯どっちですかね。ピザトースト食べて、おいしそう、ピザトースト、ご飯、パン、パン派、パン派の方が多いですか。あ、でもご飯も、どっちも美味しいですよね。あ、そう、 TKG いいですね。そう、コーヒーだけです、パン派、こっちも美味しい。初めて見ました、ありがとうございます。ご飯食べない時もあります、食べてください。朝から牛丼いける、でもいけると思います。コンビニであんまん美味しそう。アメリカから見てます、英語お上手だね、ありがとうございます。アメリカから、はじめまして。お寿司派。私もお寿司は大好きです。食パン食べます、食パン。朝からラーメンは、でも食べようと思えば食べれると思います。はじめまして。今何歳？今12歳です。中1とか食べ盛りやん、確かによく食べます。お寿司はサーモンが好き、私もサーモン好きです。私はイクラとサーモンが本当に好きです。朝マック、朝マック美味しいですよね。私もあの朝マック時々したいなって思います。若いな、ありがとうございます。緊急性密着見て感動しています、ありがとうございます。みさきちゃん、はい、おはようございます。カリフォルニアロールとか食べるの、昔食べてました、よく、いつもブログ読んでるよ、ありがとうございます。お腹空いてます、ご飯食べてください。はじめまして。英語ペラペラなの？いや、そんなことはないですけど、喋れます。もしかして7期で一番しっかりしている？いや、そんなことはないと思います。全身どんな服装？今日は茶色いトレーナーにジーンズっていうシンプルな感じです。おはようございます。
メリカには何年いたの？何年だろう、4年ぐらいかな、4ぐらいだと思います。好きなスポーツは見てる分には何でも好きなんですけど、なんか やったことないんですけど、テニスやってみたいなって思います。テロップに自己紹介書こう。テロップってどうやって作るんだ、テロップどうやってやるんだ、ちょっと分かんないんですけどやっと来た。自己紹介でテロップってどうやって書くんですか、ちょっと私よく分かんない。あ、これか、これか、これか。これだ、よし、テロップ、できた、できた、書けたかな、あれ、できてるかな、あれ、テロップできました、私今テロップ、あれ、できてます、テロップ、あれ、できてない気がで、あれ、テロップなんでだろう、どうやってやる、え、これで OK、 あ、できましたか、できた、できました、やったやったやった、出た出た出て、よかったよかった、できてます、ありがとうございます、できてる、ほんと。何、昨日のコハタンの配信でもなんかありましたね、あの私がコメントで乱入してきたやつですちょっと何、昨日コハタンのところのコメント欄に参戦しました。乗馬できるの、乗馬できます、そうなんですよ、昨日コハタンルーム行きました、あれ本物ですから、本物です、私偽物じゃなくて本物です。くしゃみするときこれ bless you って言いますか、 bless you は言います、時々言います。どうだ、初見です、ありがとうございます、アーモンドアイ、ね、学校で身長高い方、身長は結構高い方です、なんか一番ってわけではないんですけど高い方です。コアタに LINE したの笑った12歳なんですね、そうです、みさきちゃんお初、ありがとうございます、嬉しい。同姓同名の場合どっちが本物になるのだろうか、両方本物ですね。好きなスイーツは、好きなスイーツ、アイスも好きだし、なんだろう、なんか何でも、ケーキも好きだし、何でも好きですしっかりしてるね、はてな、ありがとうございます、でもそんなにですけど、中1で161って170いくんじゃう、目指せフーアですね、いくかな、うん、どうだろう、そこまで身長伸びますかね、165ぐらいあれば嬉しいなと思ってます。乗馬できるの、乗馬できます、はじめまして、おはようグルト、おはようグルトです、大人っぽいですね、ありがとうございます。七木はみさきちゃん推し、ありがとうございます、うれぴ、考える時の顔かわいい、ありがとうございます、
結構背は大きいのね。そうです、結構大きいんですよ。みさき、おはよう。おはようございます。おはよう。配信初めて見ました。かわいいです、ありがとうございます。ニコ。俺なんか中1の時137センチしかなかった。私とじゃあ今のどうだ、20センチ以上違うってことか。20センチ、いや違う、10何センチか。ニックネームシンプルだね。そうです、シンプルみさきにしました。モデルさんになれそう、ありがとうございます。背はまだ伸びてるの。今ちょこちょこ伸びてます、まだ。でも昔3年生の時とかは1年で10センチ以上伸びてました今日はこの前よりメイク薄め、いやでもちょっと薄めかもしれないです。ペットはいる、昔いました。昔ハムちゃんが1匹いました。去年までランドセル背負ってました、背負ってました。しっかりがっつり背負ってました。ペットはいる、ペットはいます。めっちゃ伸びるね、ありがとうございます。そうなんですよ。でも最近はねちょっとどうだろう、前みたいに10センチとかはぐんぐん伸びないんですけど、ちょっとずつ伸びてます。みさきちゃんからもらった生写真大切にしますね、ありがとうございます。みさきちゃん可愛い名前だね、ありがとうございます。夏休みで7センチ伸びたことある、え、めっちゃすごくないですか。え、なんか特別なことしましたか。ランドセル何色だったの。ランドセルは水色でした。うん、そうなんですよ、あのちょうどアナ雪時代で水色が好きだったので買いました。おはようございます。おはよう。兄弟はいません、一人っ子です。関節痛とかって、いや特に私はなかったです。普通に伸びてきました。今ランドセルありますか。今ランドセル家にちゃんと保管してあります。7期で一番好き、やった、ありがとうございます。初見です、かわいい、ありがとうございます。中学時代3年間で27センチ伸びても高校1年157しかない、え、最初じゃあ130センチぐらいってことですか。昔は男子は黒、女子は黒なんですよ。いやそうです、でもなんか今は結構カラフルですよね、ランドセルとかも。なんかいろんな色持ってる子が1000人超えた、あ、本当だ、ありがとうございます。みさきちゃんの成長する姿を見守りたい、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。まなみゆちゃんのことなんて呼んでるの。え、なんて呼んでるんだろう、え、なんか、どうなの。え、なんか言われてみるとちょっと意外にわかんないです。なんて呼んでるんだろう、ちょっとわかんない本当に超負けず嫌いなの。え、めっちゃ負けず嫌いです、めっちゃ。数学得意、数学得意です。この前のテストも結構いい点数でした。なきちゃんかわいい、ありがとうございます。 NMB に中学生がすごい、ありがとうございます。おいおい、昔のランドセルは黒と赤しかなかったからね。え、でも確かにそうですね。朝ごはん何食べた。朝ごはんは味噌汁とご飯とおかずを食べました。流行りの文房具ある。え、なんかあの匂いがついてる、なんか流行ってるかどうかわかんないんですけど、なんか友達やっぱり匂いがついてる消しゴムとか結構持ってます。この間のマボアメの写真載ってなかったよ。なんでだろう、なんか載せたんだろう、なんでだろう、ちょっともう一回やってみます。
ピンクで水色の縁取りランドセルとか茶色とかを見かけるね。確かにありますね。よく茶色の友達も結構いました。テストの点数を発表しないようにしません。和食いいね。そう、和食です。朝は時々パンとかも食べて、その日によりますね。布団から出さない。和田さんとの年齢差が笑。私の約倍ぐらいですかね。11個差なので今。そうなんです、11個差です。消しゴムね。今って練り消しとかあるの？いや、あると思います。なんか学校とかには持ってこないんですけど、多分どうだろう、みんな持ってるのかな。よ、多分持ってる人もいると思います。来月この話し会楽しみにしてますね。私も楽しみです。乗馬ってどれぐらいできるの？乗馬は、でもちゃんと乗れるって感じですかね。なんか自分で乗れます。賢いですか、 NMB 的に？でもそんなめっちゃ賢いとかではないと思います。今の練り消しはすごい。コンポタの匂いとかカレーの匂いが、めっちゃお腹すくやつじゃないですかそれ。面白そう、ちょっと探してみます。おはようございます。次世代コンサート見に行った、見に行ったで、ね、めちゃくちゃ可愛かった。ありがとうございます。おはよう、みさきちゃんは。さすがに乗馬は笑。乗馬は、乗馬見ますか？いやでもあんまり見ません。なんか時々なんかテレビでやってたら、あ、やってるって思う感じです。カレーの匂い昔から。なんかコンポタの消しゴムとかを見たことあります。あ、競馬、すいません、競馬です。ちょっと漢字がね、あんまり得意ではないので、競馬、競馬じゃないです、競馬です。国語をね、ちょっと国語はね、ちょっとあんまですね。うん、やっぱり漢字がね苦手ですね。読めるんですけどね、大体。みたくちゃんが乗馬してるところみたいな。あと少しで誕生日なんやね。お、これは私ですか？おめでとうございます。12歳だし漢字はよきよきで、はい、頑張ります。みさきちゃんもまだ中学生だから漢字にがいいと思う。苦手です。もういっぱい書いて覚えるしか。雰囲気が分かればいい。ありがとうございます。どんな文房具集めてる？でもいろいろ集めてるんですけど、私は個人的に消しゴムとかシャーペン、私筆箱がめっちゃ好きなんですよ。なんか筆箱をまた買おうと思ったら、また買うのってよく言われるんですよ。なんかいっぱいあるんですよ筆箱、多分いっぱい買いすぎて、なんかすぐ買いたくなっちゃうんですよ筆箱って。だからいっぱい筆箱はいっぱい持ってます。わかる。研究船公演外れまくりピエン、私が出たらお願いします。競馬、明日のジャパンカップではすごいメンバーなので注目してね。あ、見ます。筆箱気分で買いたくなる。やっぱり分かりますか、共感、共感ありがとうございます。可愛いの集めたくなるよね。そうなんですよ、本当に可愛いのは何でも集めたくなるんですよ。はじめまして、はじめまして。大学やけど中学生から筆箱書いてない。そうなんですか。でもなんか中に写真とかってなんかついちゃいません？鉛筆とか柔らかいチャックの筆箱。あ、そうです。推薦コメント書いたよ、ありがとうございます。筆箱夏休み明けとかに気分転換で帰って、お、
いいですね。なんかでもそういう時って買いたくなりますよね。あの4月とかも買いたくなります。最近の趣味教えて。最近の趣味、最近の趣味はでもゲームとかですかね。授業中寝てない。寝てません。しっかり授業受けてノートカキカキしてます。頑張ってます。プロフィール写真のパッツンいいね。お、ありがとうございます。んーと、最後まで消しゴム使ったことある？私使ってます。しっかり最後まで消しゴムは消して。でも消しゴムって意外にすぐなくなるんですよね。私字が下手だからなのかちょっとよくわかんないんですけどゲームやるんだ。そうなんですよ、ゲームめっちゃやります。マジでゲームめっちゃ好きです。ゲームはいいですよ皆さん。ゲーム楽しいんですよ。なんかやっててすぐ時間がピョンってなっちゃって。どういうゲームするの？どういうゲーム？でもスイッチとかでゲームしたり、友達とたくさん勉強してるからな。たくさん勉強ありがとう。でもそんなに、でも数学の宿題とかが大変です。消しゴムはいつの間にか落としてなくなってる。いやー、落とさないように頑張ってください。美咲字が上手だったよな。ありがとうございます。嬉しい。プロフィールと今では写真より大人っぽく見える。ありがとうございます。やった。ポケモン好きそう。みさきちゃんおはよう、おはようございます。1700人の方が来てくださってます。ありがとうございます。カード消し使ったことある？あります。よく友達とかがお土産とかで買ってきてくれます。ありがたい。ありがとうございます。みさきちゃんピエンパンを使うの？ピエンは時々使います。 YouTube 見る？ YouTube は見ます。めっちゃ見ます。中学英語はどう思っているの？でも個人的にテストとかでボンミサするんですけど、まあ簡単な方です。髪の毛は地毛ですか？地毛です。デヤンスって使う？使いません。初めて聞きました、デヤンス。パオンはあんまり使わないです。正しい文房具とかテンション上がるよね。上がります。めっちゃ上がります。ピエン、ビエン、ピエンです。丸の方です。みさきハッピーメールのファンありがとうございます。昨日のとはいつもよりピエン、そうなんですよそうなんですよ。めっちゃのびのびしてました。英語教えて、教えたいです。みさきハッピーメールで時々みさき英語講座してるのでぜひ見てください。どんな動画好き？なんか面白い動画が好きです。なんかでもドッキリとか結構好きです。少し髪の毛明るいんですね。本当はな、光の加減こっちちょっと今光がついてるんでどうだろう、もう分からんかな。ピエン、最近なんかドラマ見たりしてる？最近はでもあんまドラマ見てないです。なんか前はよく見てたんですけど。英語でピエンってなんて言うんですか？英語でピエン、ピエン、わかんないなんだろう、なんかなんだろう、ちょっと考えてみ。英検とかどう？英検は昔受けたことあります。アニメまんま見ないんですよ。横顔も可愛い、ありがとうございます。行ってみたい国ある？行ってみたい国、ハワイ行きたいです。髪の毛の上は真っ黒ですけど、本当ですか？真っ黒、
オーマイガーかっこはてなピエンはてな、ノートーコハート100個投げたよ、ありがとうございます。今仕事してくるからバイバイだピエン、さよなら、頑張ってください。横顔の縮小タイムください。横顔？こっち？ちょっとこっちかな、こっちできたかな。どうだろう、好きな女優さんは、でもいろんな方好きです。もう美しい女優さんばっかりで、かわいい、ありがとうございます。肌が白いの昔からですか？でも肌はもうずっとこんな感じの色です。そうなんです、ずっとこんな感じの色です。新しい密着でいっぱい映ってた、お、ありがとうございます。早くオンライン話し会したいに買ってるので、お、ありがとうございます。はい、最高、ありがとうございます。今矯正、今そうなんです、今矯正してます。しっかり話すの、ありがとうございます。どんなの、お、あと2人で2000人。美咲落ち着いた感じだけど本当はどう、でもどうだろう、でもずっとこんな感じだと思います。なんかちょっとテンション上がってる時もありますけど、ちょっと喋りにくい、いやそんなことないです。トッペかわいい、ありがとうございます。最近の女性は中学生でも大人に見える、お、私大人っぽいですか。めっちゃお肌星レイです、ありがとうございます。髪は伸ばしてるの、今は、いや今はこのまんまです。何も特にちょっとポポって整えたぐらいです。ミサチョスが、おい、コハタンが入ってきました。そうなんですよ、昨日コハタンが来てくれるって言ってたんで、ミサチョス、そうなんですよ、そうよ、ミサチョスって最近呼ばれるんですよ。誰だっけな、命名してくれたの、コハチンが入ってくれた、ミサチョス、コハチョス、コハチョス、コハチョス、ほっぺぷにぷにやん、ありがとう。コハタン多分本物だと思います。コハタン本物だったら LINE ちょうだい。中学生まだ子供かと。ミサチョスです、ミサチョス、コハチョス、そうなんですよ、あ、本物だよって今来ました、本物だよって、いや本物ですね。チョスはどっから来てるの、私もわかんないんですけど、あのミユパイセンがつけてくれました。ミユパイセン、ミサキちゃんではねえの、大丈夫です、よろしくお願いします。ん、ミサチョスコハ、メロンジュース、メロンジュース、コハタン、わらわら、コハくん、コハくんまだいるのか、いるかな、コハタン、プロフィールは子供ですよ。コハタンいるのか、10時20分、あ、もうそろそろ、じゃあランキング読ませてもらいます、いきます。13位から13位、ひでぼうさん、ありがとうございます。12位もっちさん、ありがとうございます。11位ことはさん、ありがとうございます。10位マットさん、ありがとうございます。9位もっくん、ありがとうございます。8位バーバババーさん、ありがとうございます。7位パセリさん、ありがとうございます。6位 B さん、ありがとうございます。5位ホリッチさん、ありがとうございます。4位萌えかさん、ありがとうございます。3位 FFF さん、ありがとうございます。
2、ひさっしーさん、ありがとうございます。1、じゅん1979101015、あみるん推しさん、ありがとうございます。じゃあまたいつか皆さん来てください。フォローもお願いします。ありがとうございます。バイバイ。